どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、ヒーローストラクチャー発売されました。皆さんしっかりとご購入していただきましたでしょうか。ヒーロージェネレーションね、来ました。新規カードはね、まずコーガと、それからフェイバリットヒーロー、それからヒーローブラスト、ジェネレーションネクストっていう、あとはサイロク、めくるのサイロクとか嬉しいですね、これね、非常に嬉しい。で、このね、ストラクチャー、何が強いかっていうとね、このね、フェイバリットヒーローっていうカードが、まあ、強いんですよ。これ結構新しくて、そもそも割と最近 OCG の方でカード化されたんですけども、最近リンクス落ちが早いカードが結構多いんで、まあその一種ですね。非常に強いカード、効果を説明していきましょう。自分のフィールドゾーンにカードが存在する場合、まあ、何でもいいです、まあ、ヒーローであれば、まあ、あのスカイスクレーパーとかそういうのが思い浮かぶかなと思うんですけども、何でもいいんで、別にネクロバレーとか、そういうのでもいいし、何でもいいんだけど、がある場合、装備モンスターは攻撃力が元々の守備力もアップしますよ。常時コンセントレート状態、強すぎる、まあ、そもそも強いよね。で、相手の効果の対象にならない、強いね、めちゃめちゃ強いじゃんこれ。あのクリムゾンフォックスとか来ませんから、これ装備しとけば。で、自分の相手のバトルフェーズ開始時、相手のバトルフェーズもいけるんだけど、バトルフェーズ開始時に、手札かデッキからヘドホーを、1枚選んで発動するよと。何でも発動できます。ネクロバレーとかでもいいし、まあ、今回は、サモンブレイカーっていうのにしてて、これね、まあ、ほんとは霊神の静電が一番いいんだけど、あのちょっとコズミックサイクロンとリミットが被っちゃうんで、ちょっとこれにしました。何でもいいです、ぶっちゃけ。ネクロバレーだけはちょっと、まあ、あのコーガっていう、後で説明するけど、このコーガとあとネゴスフュージョンと相性があんまり良くないので、ネクロバレー張りたいとこ山々なんだけども、ちょっとあの張りにくいっていう感じですね。で、他のなんか相性がいいフィールドの方は何でもいいです、ぶっちゃけ。これはね、一応制圧系の方が持ってて、ターンプレイヤーが自分でも相手でもそうなんだけど、3回目の、召喚判定書の特殊召喚に成功すると、エンドフェーズになっちゃうよっていうことで、まあ、展開を、相手の展開を抑えるっていう役目があるんですよ。まあ、あまり先行で貼れるカードじゃないんで、そんなになんか強くないんですけど、これ、なんでもいいです、フィールド魔法は。で、この装備モンスターが、の攻撃で相手モンスターを破壊すると、墓地にこのカードを送ることによって、もう一回攻撃ができるんですよ。簡単に言うとね、このカードね、コンセントレートしながら開闢するっていうカードです。強すぎだろ、強すぎんだろこれ。これを今日はちょっとあの装備してぶん殴っていくっていうデッキにあのしてきたんで、デュエルリンクスはね、あのね、ライフが4000であるっていうねことをね、運営さん忘れてるんでね、これで分からしていきたいと。どうやら理解しようだな、そうだ、これがデュエルリンクスだってことでやっていきましょう。で、新しいカードとしては、あとコーガですね。コーガ、これ、光のマスクチェンジ、漫画版のカードだったと思うんだけども、マスクドヒーロー、コーガは、脳筋、簡単に言うと。まず、打点が相手のフィールドのモンスターの数かける500ポイントアップしますよっていうことで、まあ、3000以上にはなる、基本的には。で、一旦自分の墓地のヒーローモンスターを一旦除外すると、表側のモンスター、なんでも、自分でもいいんだけどね、これね。自分でもいいんだけど、の打点を、攻撃力を、短周路地まで除外したモンスターの打点分下げると。これね、攻撃力しか下がらないんで、守備力が高いモンスターとかはちょっと突破にしにくいっていう、まあ、弱点はあるんだけども、これね、効果がね、まあ、強いんだよね。自分殴られる時じゃなくてもいいから、別に、この効果は。しかも、相手ターンでも発動できるっていう、まあ、U8 即時効果っていうんで、これダメージ制御も使います、これ。めちゃくちゃ強いっす。で、これで、ネオス、ブレイブネオスとかを除外して、2500下げてあげると、まあ、基本的にはまあ、なんか5000とか6000くらいのモンスターでも返るうちにできるっていう感じになってますね。まあ、自分から殴りに行くときも、相手から殴られるときも使えるんで、まあ、バカほど強いと。で、光属性だったらいいんですよ、ヒーローが。だから、まあ、一応、アナザーネオスとか、まあ、もちろん、ブレイブネオスね。これ、まあ、ネオス以上に使っちゃうと、そのターン特殊召喚できないんで、そのターンには出せないですけど、まあ、開始のターンでは出せるんで、全然、強いです、非常にね。で、まあ、気持ち程度のアナザーネオス。光のヒーローだから。で、これはね、バック除去要因。バック除去すると、マジで、簡単に1キル取れるんですよ。これはまあ後で対戦見ていただければわかると思うんだけども、ネオスフュージョンで、キツネ落として、で、これ装備するだけでもうワンキューなんで。デュエルリンクスってね、こういうゲームなんですよ。簡単ですね。ということで、新たな宇宙はブレイブネオスの盾を上げたいからっていう理由で、このスキルにしています。
早速ですね、クソゲーオブザイヤー受賞候補、スーパーデュエルリンクス流ネオスワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。新しいストラクチャーの力を見せてやるぜ。絶対ネオス来んだよな。俺さ、初手ネオス来る率俺多分全人類の中で一番高いと思うんだけど、どう思う？俺多分ね、初手リンクスネオス選手権やったら俺圧倒的1位だ。圧倒的、マジでタオ寄せ付けないレベルで1位だわ。絶対にこれマジでネオスしか来ない。ネオス2体がまあ 30%、 あとの 70% はネオス1体って感じ。おお、どれでもいいな。これでいいか。アラナでいいや。で、打点ちょっとだけ上げといて。はい。で、セット。終了。3200って強えよなー、やっぱ。宇宙結構バカになんないんですよね、この新たな宇宙っていう、このフィールド魔法。コスミックサイクルとかなさそうなんで。あー、なるほど。なるほど。太鼓っぺーなー。30枚結構デッキ多いね。デッキ多め。罠なし。なるほど。罠なしか。エアーマンで、エアーマン持ってればいいか。エアー。懐かしのエアーマンでエアーマン持ってくる。このエアーっていうこの謎の、これね。で、次はバックジョゲできるよ。で、バトルフェイズ、こいつでいこうかね。このターンでキル取れるかもしれないんで、はいはい。これは、あれ、終わっちゃいますよ。ありますね、何か。回答よでしょうか。このタイミングで、やりますね。やりますね。ターン終了で、あれか、白霊竜か。いや、霊竜か。ちょっとね、早めにマスク行きたいね。マスク系なんだよな。マスクできれば、一応あのネオスが生き残ってくれさえすればなんとかなる。まああと、あの風属性もいるんで、マスクは入ってるんで、一応どっち、そっち OK。 まあまあまあ、でもそっちか。そっちはね、宇宙をね除外しとくと結構もう黙るっていうの結構あるんで、まああとフェイバリットヒーローを引くか、マスクを引くかっていう感じなんだけども、フェイバリットヒーローを引くとバトルフェーズ開始時にデッキから、フェード魔法発動できるよっていう効果持ってるな。ブルーアイズあるね、これ。ブルーアイズある。手段にブルーアイズがこれ変身して、で、あーなるほど、オッケー。で、俺様のプライドをドーンみたいな感じでしょ。で、ネオス殴ってきて、で、ネオスはネオスフュージョンで耐えていく。はいはいはい、オッケー。オッケー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 。全然いいです、全然いいです。全然いい。さあ、マスクかフェイバリットヒーローが、聞きたいな。神だった。いろいろできる、めっちゃいろいろできるけど、カイトロイドがあるので、カイトロイドをケアしながら殺せばいいから、出す必要性もあんまないんで、まあ一応打点で出しとく。クリボールとか引いてるかもしれないしね、相手で。ヒーローモンスター持ってくるよ。今ネオスしかいないネオスをかき集めていくで、マスクチェンジ発動で、光属性モンスターを墓地送って現れよ。マスクのヒーロー効果バトル、いや、レイザーファング。マスクのヒーロー効果は相手のフィールドのモンスターの攻撃力を墓地のヒーローモンスターを除外することによって下げることができるぜ。カイトロイドとか誰やねん。攻撃表示は甘え。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なるほど、ちょっと若干の余り方がちょっとあれだな。いや、全部欲しい。捨てる手札がない。こうするしかよ。捨てる手札がないときはちょっと次の段にかけてこうしまして、ほんでですね、アナネオ、アナルネオスいらないからこうして、で、アナルネオス墓地送って、で、打点上げておきながらのフェイバリットヒーローを発動。このカードはフィールドゾーンにカードが存在する場合、装備したモンスターの攻撃力は守備力分上がり、かっこコンセントレート、対象に捉えることはなくなるぜ。強すぎるぜ、この装備カードは。この装備カード強すぎるぜ。そしてちなみに、あれだぜ。あの相手を戦闘破壊するとフェイバリットヒーローを墓地送るとそのモンスターはもう一回攻撃できるぜ。帰り明けだぜ。
強すぎるぜ。この装備感強すぎだろ。まあ、ちょっとフィールド魔法はね、がないといけないので、まあ、それはあれなんですけども、だってこのさ、2枚、どっちを結局コズミックサイクロンするかって、まあ、フェイブライトフィールドするんだけど、コズミックサイクロンするとしたらね。だけど、あ、正眼か、OK。あー、白きれい流ちょっとやめてほしいな。白きれい流ちょっとやめてくれないかな。ちょ、そういうことすぐするじゃん。そういうことすぐすんだよな、これ。やめろよ。白きれい流、引いてるな、さては。でも引いてるな。白きれい流、さては引いてるな。出てくる、来ないわけないからな。絶対引いてんだよ、俺。オッケーオッケーオッケー、引いてるのは全然いいや。じゃあなんだかんだ白木で今日引きますからね、ブルーアイゼッキはね。よし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 、耐えるぞ。これは5200、オッケー。さあ砂時計は光らない。ノーピカーンだったか。エアーマン召喚するか。でエアーマンの効果を発動。フィールドのカードを選んで自分以外のヒーローの数だけ相手のカードを破壊しますよ。ここでチェアンのか。そこらしか、なんだこれ。そこらしだったら全然いいよ。あ、せつりか。せつり。せつり。やられる。あ、勝ちましたね。クリボールがなければ。クリボールがなければ。バトルフェーズ、それを発動。シャフティア。いけ！ラストオブブレイブ！そして、ブレイブレイブスの効果を発動。さらに、フェイバリットヒーローの効果を発動。相手を戦闘破壊した場合、このカードを墓地の振り、このモンスターはもう一度攻撃ができる。ヒーローの力を見せてやったぜ。ヒーロー最高、デュエル最高。ウェルカムトゥデュエルリンクス。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、セラちゃん。なるほど、セラちゃんか。プラナーズマインドかな。プラナーズマインドか。あのね、幼女育成系なんでデュエルリンクスは。ネオス来た、ミラーか。やばい、宇宙を使われる。Y のネオンスペースで勝手に強化されんじゃねえよてめえ。くっそ、勝手に強化されやがってよ。俺っちのよ、スナップドラゴン。なんでスナップドラゴンって。アイテムカード1枚ランダムに選び、エンドフェーズまでゲームが除外する。お、強い。強っ。あ強いんだけど。やばい、ちょっと待って、やられた。俺のフェイバリットヒーローが、フェイバリットヒーロー来るんですよね、こういう時に。こういう時にね、来ちゃうんですよ、 Y のフェイバリットヒーローは。オズミックサイクルの人をぶち抜こう。デュアルスパーク。あ、なるほど。ははははは。把握。オッケー。了解。ルーマドの守護者の召喚。ルーマドの守護者の効果を発動。手札を墓地に送り、フュージョン、または融合の魔法カードを手札に加える。そして、ネオスフュージョンの効果を発動。ネオスフュージョンの効果によって、俺はデッキの主、エロメンタルヒーロー、モッコリネオスと赤いキツネを墓地に送るぜ。そして赤いキツネの効果を発動。あれ大丈夫、あれ大丈夫、セラちゃん。セラちゃん大丈夫、クリボールあんの。こっちはねえ。バトルフェーズ、バトルフェーズ開始時、フェイバリットヒーローの効果発動、サモンブレイカーを発動。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。ウェルカムトゥーデュエルリンクス。さあ、お、もう一人の僕、もう一人の僕。リーマドの守護者の召喚、リーマドの守護者の効果を発動。エアマンでいいや。サブブレイクちょっとね、コズミックサイクルされるとちょっと嫌なんでね。で、ネオスフュージョンを発動。ネオスフュージョンの効果、エロメンタルヒーローモッコリネオスとアナザーアナルネオスを墓地の送り、エロメンタルヒーローブレムネオスを特殊召喚、フェイバリットヒーローを発動。シャオラー、サモンブレイカー発動するまでありますね、これ。発動しといた方がいいか。発動しとくせざんな。しとこ。これで特殊召喚と召喚の制限を加えて短終了。サモンブレイカーじゃなくても別にいいんだよね、これ。サモンブレイカーでなんか助かったっていうシーンが今のところないんで、なんか別にどうでもいいんだけど、このフィールド魔法は。ネクロバレーとかちょっとあの相性悪いんであれですけど。エアーマン。なるほど。バーストレディ。10代してんな。やばい、これエレメンタルヒーロー沼ちまんだ、これ。エレメンタルヒーロー沼ちまんを墓地の奥で融合って言われた。やばい、これ何が来るんだ。
なんかすごいめんどくさいやつが来そうな気がするよ。ちょっと待って、 GT 来る、これ GT。 ちょ、フレームウィングマンだった、かっこよ。召喚ムービー見るわ、かっこよ。コーンさんかっこすぎだろ、やばっ。あー、かっこいい、かっこいい、最強にかっこいい。フェイバリットヒーロー、あー強い。あ、フェイバリットヒーローにフェイバリットヒーロー装備してる、なんだかっこいい。フェイバリットヒーロー交換、レシンのせいで、あ、強い、伊達上がった、強っ、え、かっこいい、フレームシュートきた、効果発、あー強い、もう一人の僕。